ンシャ姉さん、これは一体何？私たちはどうすればいいの？し、相手に攻撃するつもりはないみたい。私がおとりになるから、みんなはその隙に急いで逃げて。ダメだよ、子供をここに残すわけにはいかない。そう慌てないで。私たちは子供じゃなくて、昔からこの町にいる代理人だよ。だから安心してここから離れて、あとは私に任せても大丈夫。それに私もすぐに逃げるから。ウンシャ姉さん。オレンジ姉さんの言う通りだ。迷惑をかけないように急いでここから離れよう。そう、相手に気づかれないうちにこっそりとここを離れ。まずい。和子、心配しないで、オレンジ姉さん、助けに来たよ。さんこそ襲われたのに大丈夫？もちろん、和光が駆けつけてくれたおかげだね。そしてこちらの、やっぱりみんなと連絡がつかない。ごめん、緊急事態だったから紹介してなかったね。オレンジ姉さん、彼女は僕が偶然出会った観光客のフカさんだよ。今見たように本当にすごい人なんだ。フカさん、こちらはウンシャのピタ。僕と同じようにこの街で代理人をしてるんだ。普段はオレンジ姉さんと呼んでるんだけどね。助けてくれてありがとう、フカさん。私のことはオレンジって呼んで。でもフカさんはポロスの住人じゃないよね。職業は観光客なの？どんな用事でここに？本当のことを言うと、どうしてここにいるのか私自身にもわからないんです。彼が言ったように、私は普通の観光客だったんですが。もう限界です。どうしてあなたみたいなグズグズする人がいるんです？新しい世界をちゃんと見てみたいとか言ってたくせに、一つ目の目的地に2週間もいたなんて一体何なんです？引っ越し祝いを送るべきですか？せっかく自由に旅ができるのです。慌てる必要なんてないでしょ。相場感化のようなことをしていてはこの世界を理解できませんよ。だったら何です？馬が貧弱すぎるから？それとも花が綺麗じゃないとか？家にいる時よりものんびりしてるなんて、これ以上おばあちゃんになるつもり？旅行に対する私たちの認識に大きな違いがあるようです。どうりであなたは毎日文句を言うのですね。すみません、あなたを旅行に誘うべきではありませんでした。何せ私たちは性格が違いますから。誘ったことで自由を愛するあなたを束縛してしまったようです。は？ちょっと、あなたと同じようにお年寄りらしい生活を好むとでも？あのね、もうとっくに飽きてますよ。本当にすみません。違うんです、だからもういい。道同じからざれば愛ために計らず、もう付き合えません。解散だ、解散。四季の律者が言ったぞよ。彼女はいつもああですね、テキパキとしています。はあ、もういい。
我は一人で風景を楽しむぞよ。ええ、ここの景色は昨日とはまた少し違いますね。本当にあやつを呼び戻すつもりがないのか。四季の律者は自由気ままな性格です。無理に私たちのペースに合わせてもらう必要はありません。結局のところ仲間とは同行者という意味だけではありませんから。それに今のはあくまで怒りの言葉で、本当に違う道を歩くつもりはないと思いますよ。はあ、そちは相変わらずデクノボーみたいな人ぞよ。でも今までとは少し違う気もするぞよ。具体的にどこがどう違うか我もうまく話せぬが。では荷物をまとめて出発の準備をしましょう。え、でもそちは今。もう少ししたら四季の律者は私たちの代わりに次の目的地を見つけてくれるでしょう。すみません、ちょうど旅行シーズンだったようですね。近くで予約できる部屋は客室ではないここしか残っていませんでした。ん、別に良いではないか。ベッドも布団も柔らかいし、洞窟で寝泊まりしてた頃よりずっとマシぞよ。それもそうですね。よく考えてみると洞窟で寝泊まりしてた頃も結構自慢だったぞよ。自慢？そう、当時は我がそばにいたから、ソチは一人ぼっちではなかったぞよ。だから復帰と除花の努力を無駄にしていない自分を偉いと思ってるぞよ。ただ我が居眠りする時間がどんどん長くなって、はっきりと起きている時間がどんどん短くなっていったことは残念だったぞよ。ソチの話し相手になれる時間もおのずと減っていったぞよ。でも今は違うぞよ、クライン。それからあの博士たちのおかげで、これからはずっとソチのそばにいられる。そう考えると、今回の世界旅行が終わったら、もう一度新州に行ってみるのもいいかもしれぬな。当時の友たちの子孫を見たりして、うむ。今回は一緒に、お祭りを楽しむぞよ。美味しいものをいっぱい食べて、それから美味しいものをいっぱいいっぱい美味しいもの。時間はたくさんあるぞよ。そうですね、時間はたくさんあります。その時異様な感覚がフカの心を襲った。誰？その瞬間緩んでいたフカの神経は再び緊張状態に戻る。気のせいではないと彼女ははっきりと理解した。その声は部屋の外から聞こえてくる。旅館の廊下は暗く、宿泊した時の明るさがない。漆黒の中で、フカは声の出所を探した。正気がなく、ねっとりとした暗闇は、まるで重みがあるようで、息ができないほどだった。
どういうこと？何らかの力が私の心を読んでいる。フカは思わずよく知っている仲間のことを思い出す。四季の律者。帰ってくるのは静寂のみ。その静けさに彼女の心はますます重くなっていく。あの律者なら自身の傑作を見せることを惜しまない。しかし彼女の他にこんな風に人の心を見破る力を持つ者はいるのだろうか。不意に負荷の心に答えが浮かび上がった。しかしすぐに彼女はその考えを否定する。たとえスーがまだ生きているとしてもこんな回りくどいことなどしないはず。私はまだ正気を保ってるのでしょうか。理由もなく、フカはふとそう思った。無遊病ではなく、私が自身の心と会話しているわけでもなく、しかしその瞬間、彼女の心に違和感が生じた。いいえ、違う。今の言葉は私の考えではない。そんな風に疑ったことはないから。まさかこの声は私がそう考えるように誘導している。その通り、この声はあなたがそう考えるように誘導している。それはとあることを引き起こすための必要条件なのだから。その考えが生まれた瞬間、フカの心臓は勢いよく跳ね上がった。まずい。フカさん。すみません。どう話すべきかを考えていました。簡単に言うと、私は二人の友人と一緒に旅行をしていたのですが、少し予想外の出来事が起きて、目覚めたらここにいたのです。ところで、二人はこんな女の子を見かけていませんか？身長はこのくらいで、白い服を着ていて、こんな玉に座っていて空中に浮いているんです。名前は復帰の書と言います。ごめん、わからないんだ。外から来た人は初めて見るから。やはりそれもそうだ。相手は二人の子供だし、ここの建物や服装を見る限り、彼らにとって私は浮いている異邦人といったところでしょう。ごめんね、フカさん。この町の管理者である私たちは、帰る方法を探すのを手伝ってあげるべきなんだけど、ポロスによく知らない強い怪物が現れたから、住人たちを守るために、フカさんにはしばらくここにいてもらいたいの。お願い、今回の件が解決したら、ちゃんと協力するから。怪物って、崩壊獣のことでしょうか？崩壊獣？今私が倒したものです。私が知る限りでは、あれは崩壊という災害によって生まれる怪物です。理論上はもう現れないはずですが、二人は今までああいった存在を見たことがないんですね。うん。崩壊がここに現れたのはきっと深い理由があるはずです。よかったら私も二人と一緒に崩壊獣の危機を解決したいと思ってます。もしかしたらその途中で帰る方法を見つけられるかもしれませんし、どうでしょうか。ぜひそうしてほしい、フカさん。ええ、では今から私たちは仲間ですね。よろしくお願いします。奇妙で知らない町になぜか出現した崩壊獣、そして旅館で聞いた人の心を読める声、心当たりがないことばかりが起きている。今は時間をかけてゆっくり考えるしかなさそうだ。